皆さんおはこんばんちは、ナレーターの霊夢です。今日も、主が出資している、キャロットクラブ、一口馬主の馬たちを紹介していきます。では早速、グランデフィオーレから、行ってみましょう。現在、グランデフィオーレは、北海道、ノーザンファーム空港で、骨折のため治療しています。コメントの通り、少し、体重が増えてきましたが、まあ、いつもば体重は減りがちなので、入球したらいい感じに絞ってくれるのではないでしょうか。しかし、まだ当分先の話なので、あまりにも増えたら問題ですが、まずはこの先もトラブルなく秋口に復活してほしいところです。そして、見舞い金が降りたので、後ほど紹介します。では、次、キプンズワルツ、行ってみましょう。キプンズワルツは、現在、ノーザンファーム早北で、入球待ちしております。まあ、キャロット全体で、90頭の入球制限があり、絶賛に歳馬が、ゲート試験を、行ってたりするので、ここに関しては、大人の事情ですね。まあ、予想では、函館に、入ると思われますので、次の更新で、函館競馬に、入球した、情報を、聞きたいところです。では、次、ラベル行ってみましょう。ラベルは、現在、立東、矢作厩舎に、入球しております。そして、出資者が喜ぶ情報が、来ましたね。無事、ゲート試験、合格しました。これでなんとか、レースに出走できますね。ひとまず、今後のことは、次回の更新で、わかると思います。まあ、お姉ちゃんが、ナミュールなので、何もトラブルがなければ、放牧することなく、このままレースに、入ると思われます。もしくは、函館のレースに、出すみたいなことを、ネット競馬に書いてあったので、一旦北海道で、短期放牧して、函館に入球する可能性も、ありますね。いずれにしても、今度の更新が、楽しみになってきました。では、次、グランデフィオーレの見舞い金、並びに、現在の維持費を、紹介していきます。ここで簡単に、おさらいしていきます。JRA、に、所属している、馬が、不慮な事故で、怪我などをした場合、見舞い金が降りる制度があります。今回は、11番が適用されました。画面の画像が、キャロットクラブから来た、明細です。一口当たり、6375円が、振り込まれています。まあ、ざっくりこれで、3ヶ月弱くらいの、維持費は、賄えますね。ということで、今回の明細がこちら。ラベルに関しては、分割で、購入してるので、少し高くなっています。ということで、グランデフィオーレの収支ですが、今月は見舞い金が入ったので、今月は5949円の黒字です。まあ、全体が59884円の赤字です。未勝利戦活だけでも大変なので、この結果でも当たりな方です。やはり黒字は難しいですね。ってことで、次はキプンズワルツです。今月は995円の赤字です。全体は57271円の赤字です。キプンズワルツに関しては馬台抜いても赤字なので、なんとか次のレースでマイナス4万円を切ってくれれば、グランデフィオーレ同様、一口馬主としては十分成功と言えると思います。とはいえ、未勝利戦を突破しているので、十分当たりな方です。では次、ラベルです。今月は、1568円の赤字です。まあ、当たり前ですが、これからデビューなので、まずは、未勝利突破が、目標ですね。ここを突破しないと、どうしようもないので、なんとか、デビュー勝ちを、収めてくれたら、めちゃくちゃ嬉しいですね。って、ことで、今回は、ここまでです。この動画を高評価していただけると
今後の動画作成のモチベーションアップにつながるので、何卒よろしくお願いします。では、今回もご視聴ありがとうございました。